中国初の空母遼寧が台湾南部の海峡を通過し南シナ海に入ったことが確認されました。台湾の国防部によりますと、中国の空母遼寧は今日午前、台湾の南方およそ170キロの海域を通過し南シナ海に移動したということです。遼寧は昨日、沖縄本島と宮古島の間を通過し、その後台湾を回り込むように航路を取っています。中国と距離を置く台湾の民進党政権や一つの中国の原則に縛られないという考えを表明したトランプ次期大統領が就任するアメリカを牽制する狙いがあるとみられます。中国外務省は会見で、遼寧には国際法上航行の自由が与えられるべきで、関係国は中国の権利を尊重するよう希望するとしています。